それでは石崎監督です。この熊本に入り今日で4日目になりました。グアムキャンプを含めたこれまでの手応えというのはいかがでしょうか。そうですね、新しい選手が何名か入ってきて、グアムキャンプではフィジカル中心のトレーニングと、新しく入ってきた選手がどれだけチームに馴染んでくれるかというところで、ある程度の成果は出たんじゃないかなと思います。今年のその新加入選手の特徴というか補強のポイントはどの辺にあったのでしょうか。はい、ディフェンスでいうと去年中心となった山下がよそに移籍したので、やっぱりその代わりになる選手ということで、ノース選手を連れてきて、あと攻撃のところでやはり去年得点が少なかったので、やはり得点力を上げるために攻撃的な前田選手とかですね、あるいは高柳選手とか山本選手とか、そういう中盤あるいは攻撃的なところで選手を補強したのと、あとはユースから上がってきた子どもたちですよね。そういうところが今年の補強になっています。その辺のフィット具合というのはいかがでしょうか。ノースも随分もうチームに馴染んできてですね、今そのコンサドーレのディフェンスのやり方というのを一生懸命トレーニングしているところなんですけど、まだまだ課題はあると思いますけど、徐々には良くなってきてるんじゃないかなと思います。特に石崎監督のサッカー、堅守速攻のイメージがあるんですけれども、これから J1 を戦うにあたって、またその辺は変えていくことっていうのはありますか。いえ、まずはやはり守れないとですね、やっぱり J1 では勝てないと思うんですよね。やっぱりそういうところでやっぱりしっかりとしたディフェンス、それから攻撃のところ、チャンスあれば早い攻撃と、もう一つは、そのポゼッションしながらチャンスを狙っていくというところ、その両方、攻撃面でいうとその両方を目指してですね、やっていきたいなと思っています。
特に今シーズンから J1 で戦うことになりますけれども、また具体的に、J1 での戦い方のポイントっていうのはどの辺になると思われますか？そうですね、もう自分たちは、ね、J1 でも一番下の18番目のチームだと思ってますので、やっぱり1試合1試合を、どれだけ、積極的にですね戦っていけるかというところがポイントになってくるんじゃないかなと思います。その辺選手の皆さんの意識っていうのは変わったようには感じられますか？いや、まだまだ変わりきてないところがあるので、これからですね開幕に向けてそういうところも引き締めていきたいなと思ってます。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。J1 に上がって、すぐ落ちるチームじゃなしにですね、J1 に定着できるように、頑張っていきたいなと思っています。それでは J1 での活躍期待されている札幌のサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。今熊本で、合宿をやってます。なかなか札幌には帰れませんけど、開幕戦、札幌ドームで、ありますので、ぜひ楽しみに待っててください。頑張ります。グアムキャンプを含めここまでの手応えというのはいかがでしょうか？まあそうですね、非常に順調に来ていると思います。このキャンプで特に個人的に強化したい点、テーマなどあれば教えていただけますか？まあ、まずはフィジカルということで、1年間走れる体力をこの時期につけることが大事だと思いますので、そこはやっぱりしっかり走ろうとは思ってます。新加入選手も多数入ってきました。今年の雰囲気というのはいかがでしょうか？まあ、選手もほとんど入れ替わってはないので、まあ、去年から引き続きいい雰囲気でやれていると思います。今シーズンキャプテンですけれども、どういう役割を果たそうと考えていらっしゃいますか？まあ、本当去年こう J1 昇格っていう結果が得られたのは、チーム、スタッフ、選手、サポーターが全員同じ方向を向けて戦えたっていうのは大きいと思うんです。その同じ方向を向いて戦えるようにしていきたいですね。川合選手自身は、まあ、G1 の経験というのはたくさんありますけれども、J1 を戦うに必要なこと、どういうところが必要だと思われますか？まあ、今までのレベルでやったんではダメだと思いますので、すべてにおいて一回り二回りレベルアップしていくことが大事だと思います。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。まあ、まずチームが掲げている目標、 J1 定着という、まずそのためには一試合一試合全力で戦うしかないと思ってますので、まあ一試合一試合、勝利目指して頑張っていきたいと思います。改めてサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。今年も熱い応援よろしくお願いします。この熊本に入り今日で4日目になりますが、グアムキャンプを含めここまでの手応えはいかがでしょうか？手応えは今のところ順調ですね。はい。個人的にこのキャンプで特に、強化したいところ、テーマなどあれば教えていただけますか？まあ、腰痛の怪我を持ってるんで、まあ、そこを、まあ、体幹鍛えて、まあ、ストレッチとかして、まあ、一番そこが1年出ないようにキャンプでしっかり体作りたいです。今シーズン、たくさんの新加入も入ってまいりましたけれども、今年の雰囲気はいかがでしょうか？いや、去年もいいし今年もそれを続いてるっていうか、まあ、新しく入った選手ももうかなり馴染んでる感じで雰囲気はだいぶいいです。内村選手は昨シーズンの後半 J1 昇格を決定づける大きな役割を果たされました。今シーズンの役割どのように考えていらっしゃいますか？まあ、やっぱり点取るのが一番の仕事だと思ってるんで、まあ試合に出たらしっかり点取って結果出せるように、まあ、点取ってチームが勝てるように
意識して練習からやっていきたいです。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。目標、個人的にでも個人的にでもチームでも、そうですね、まあ、個人的には1年間通して試合に出ることと、まあ、出たら得点取れるように毎試合やってって、まあ、チームは、まあ、今年上がったばっかりなんで、まあ、簡単にはいかないと思いますけど、まあ、本当1試合1試合勝ちにこだわって勝って積み上げないとなかなか残るの難しいんで、まあ、1試合1試合勝つこと考えるぐらいしか、まだ上がったばっかりなんで難しいですけど、一個一個大事に戦いたいです。あの J1 に昇格して何か変わりました？あんまり変わんないですけど、そうですね、まあこれでチームも個人も結果出せばもっと注目してもらえると思うんで、まあ、やりがいはあります、ね。はい、それでは最後に、今シーズン戦うために、必要となってくるサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。もう毎年すごい声援もらって、まあ、本当心強いし、まあ、今年も厳しい戦い待ってるけど、まあ、一緒に戦って応援してください。よろしくお願いします。それでは高柳選手です。この熊本に入り今日で4日目になります。グアムキャンプを含めたここまでの手応えというのはいかがでしょうか？そうですね、まあ、怪我なく来れたのでそれが収穫だと思います。このキャンプで特に個人的に強化したいところ、テーマなどあれば教えていただけますか？やっぱり新しいチームに来たんで、そのチームのやり方、戦術などをしっかり理解して、まあ、あとは守備の練習とかも入ってきたんで、そこら辺をすごく意識してやりたいなと思います。今シーズンから入られましたけれども、どういう思いで入ってこられましたか？そうですね、やっぱり結果を残したいという気持ちが一番で、まあ、その中で自分のプレーを出せればなと思います。役割としてはまあ、プレーの面でいうとどのように考えていらっしゃいますか？はい、そうですね、まあ、ボールに攻守に絡むということが自分の持ち味だと思っているので、そこをすごく意識してやりたいと思います。この札幌のチーム雰囲気はいかがでしょうか？そうです、すごいフレンドリーに迎えてもらって、みんな話し合ってくれたんですごく馴染みやすかったです。監督のイメージどういう監督でしょうか？そうですね、まあ、広島弁だったのですごく親しみが持てて、あとは、まあ、練習ではすごく厳しいところもありますけど、すごく指摘してもらえるのでそこは勉強になります。高柳選手は広島弁で話してるんですか？札幌では話してないです。何弁？標準語です。標準語で、はい。特に今仲良くされてる選手は？まあ高校の時から一緒だった前田とかは仲いいと思います。はい、広島でも、はい。さて、今シーズン J1 を戦うため札幌で、どういう戦いが必要になってくると思われますか？そうですね、やっぱりチーム全員が意思統一してハードワークして勝ちにこだわっていくっていうのが大事かなと思います。それでは今シーズンの目標をお願いいたします。そうですね、やっぱチーム一丸となって勝ちにこだわって札幌っていうサッカーを見せたいと思います。それでは改めて、サポーターの皆さんにぜひご挨拶とそしてメッセージをお願いいたします。高柳一生です。今年1年よろしくお願いします。